よし、じゃあやっていきましょう。任天堂スイッチ版のシャドウコリドー影の回廊をやっていきたいと思います。ということで、今回は久々の検証会をやっていきたいと思います本当に久々。なんでこのタイミングかというと、多分皆さんはもうお気づきかと思うんですけど、なんとシャドウコリドーの映像が地上波初ということで、動画をねアップする感じでやっていきたいと思います。で、今回は皆さんからいただいたねコメント検証をやっていきたいと思います。できるかな。で、特にこれが必要。今回はこうと。では行きましょう。 GO。 ということで、今回は前ねやったあの外縁で徘徊者の倒した徘徊者を使ってピョーンって上に乗れたじゃないですか。それをこの深淵ステージでもできるのかなって、っていうかもうここで乗ってみたいっていうということで、もう早速ちょっと徘徊者を取りに行こう。用意するのがまずね、まあ、勾玉でしょ。そして鏡で戻ってこれなくなった時用に戻ってくると。で、もう一つは、まあ、高いところからピョーンって降りて最悪死ぬ可能性があるんで、大勾玉。リスポーンキル。オッケー。で、帰ろう。来た、戻ってきた。で、ここに走り回る徘徊者が一番いいかな。それか、神楽鈴さん。さあ、おいで。来てる。あ、来てるね。あ、走り回る徘徊者もいる。これはどうしよう。うん、一旦これはどっちもちょっと使いたいからそこに置いといて、走り回る徘徊者いいところに、うん、ちょっとうんこで照らしといて。 OKOK。 あ、来たね。カグラスさんも来たね。したら、あとはここに呼んで倒します。あ、そっか。これあれなのか。一旦閉めよう。で、オッケー。で、これで準備が整ったということで、早速、そもそもバグで治ってないかっていうのも気になるんだけど、あ、いけるね。今ちょっと言ったけど、ただ本当は壁越しにやった方がうまく飛べるんだけど、この屋根当たり判定あるのかな。ちょっと待ってね。あ、これ自体もないんだ。あ、じゃあいけるかも。したら、走り回る徘徊者ね、どっか消えちゃうからな。あの、めり込んでどっか行っちゃう。あー、ちょっと待って。あー、ほら。早速。で、ちょっと待って。顔がぐにゃぐにゃいって。が、飛べる。うわー、ちょっと待って。階段で飛んだらやべえ。あー、ちょっと待って、そっちじゃないんだって。だから、もうちょっとこっち。そっちは嫌だよ。そっち行きたくないからね。ここら辺は前ね。何かの検証で、ここら辺は行ったんで、その動画あるんで見てみてくださいと。いうことで、こっち。なんとか飛べない。
リフティングみたいになってるから、おー、来た来たけど、ちょっと高すぎじゃない？ちょっと高すぎじゃない？さあ、いやー、やばい、やばいとこに行っちゃう。あれなんだ、あれ何？あれなんだ？あれ何？あんなところあったっけ？あ、別なワープのところかな。あれだ。もしかして大曲玉のところかもしんない。いや、でも、いや、違うな。大曲玉のところは、真下に落ちてっただけだから関係ないとこだ。あれなんだ？あ、ダメージ食らった。飛ぶけど、反対方向に飛んじゃったね。こう、もうちょっとこう、真上に。真上か、こう前方に落ちてくれればいいんだけど、奈落に落ちちゃうね。やっぱ走り回る徘徊者だ。もし走り回る徘徊者が、めり込んでしまったら、もうカスタムゲームで、走り回る徘徊者、いっぱい出そうかな。まあ4体しか出せないけど。どこ行った？いた。いましたね。ただ上に飛ぶっていうのは、アップデートで治ってなかったから良かったっていう。おー、いける！どこ？今見れたね。今めっちゃ見れた。屋根のところは当たり判定がなくてすり抜ける。だから、こういうところ？この上。この上とかにちゃんと着地しないとダメだわ。うわ、いる！びっくりした。ちょっと、ナキョノさんも一応、ふにゃふにゃだからな。あんまり意味がないんだけど。よし、気がついたね。気がついてすぐ回復するはず。はい、来た、はい、来た。危なかった。結構早いんだよね。カメラを使えば、すぐね、徘徊者が回復するから、こう。すぐ見つかりやすくなるっていうね。よし、じゃあ行こう。前方ね、お願い、前方に飛んでくれ。あ、変なとこ行かないでね。走ってなかった？あー、もうちょい。ビョンビョン、ビョンビョン、あれ、あー、すっげえ、あー、すげえ綺麗。あ、来たけど、すぐ、ちょっと待って。すぐ落ちそう。これは見たことあるから、こっちだよね。すごい。一旦、落ちるかもしんないから、一旦、そこはダメ。ああ、スイッチでから、いやー、よかった、来た。ここは？通り来た。裏世界っていうか、上世界。天井の世界です。これが深淵の天井世界ですよ、皆さん。来ましたね。ただ、挑戦者で来ちゃったから、ランダムマップなんですよ、ここ。だからもしかしたら繋がってない可能性があるとか、繋がってねえな。こっち行ける？ここで繋がっ、いや、下あるよね。ここ降りていいのか。あ、そっか。ここ、あれか。一番高いところなんだ。だいたい3階か4階分ぐらいあると。で、あれなんだ、あれ。ちょっと見にくいかもしんないんですけど、今、こういうふうにピューンってやったところがゴールなんですよ。ゴール。ほら。緑色に光ってでしょ？あそこがゴールだから、じゃ、これ何？あの滝なんてあったっけ？いやー、あそこに行くのはちょっと今回無理かな。こっちにうまく飛べればいいけど、そういうさじ加減はちょっとできないから、ただ、近くに行けたら行きたいよねっていう、限界まで。で、まずは、こっから下に、まず降りてみよう。続かないからね。謎のくぼみがあるんだけど。いやー、また降りる感じか。
そうだね。うん、降りるしかないんだ。うわーすげえ。深淵の裏世界。ここだ、ここだね。どっちだ？ここ、真下か。あ、ここ、ここ、危ねえ。こっち何もなかった。そしたらこっちだね。ただ、途切れるかもしんない。あ、しちゃった。ちょっと見にくいかもしんないけど。一旦ちょっとこっち行ってみよう。スイッチだから、すごい操作が難しい。あれよ。あれの近くに行きたい。で、どこら辺なんだろう。で、忍び寄る徘徊者とか、まだいるはずなんだけどな。あれなんだろうね。あれ。結構、これ多分一番端だから、もうあれ行くことができない。あれ行ってみたい。なんだ、滝流れてるもんね。当たり判定ない？点はあるけどね。で、ここもなんだろうね、これ。この、なんか平べったい感じのフィールドみたいなやつ。で、あっち行けるな。うんこ、うんこ、うんこにしちゃった。で、間違って落ちないように。ああ、忍び寄る徘徊者が下にいる。ああ、すげえ。裏から見た。深淵。いいね。新たな発見があるね。ただ、上の世界に行けるだけかなと思ったら、あれ何よ。一生多分編集で、ああ、びっくりした。誰開けてんのと思ったら。あ、なんか見える。あれ？ああ！ここってもしかして。あ、こっから上に行けたんだ。ね。ここすげえ難しいんだよね。すげえわかりづらいところ。この字ではないところ。こう、ぐるっとこうね、行かないといけないんだよね。ここ。結構めんどくさいところ。で、まだあるね。今ね、位置的には、西。西の方向に来てます。あれなんだ、すげえ気になる。まあ、あれは多分、本当にいつか。多分無理だろうけど。お！あ、これ水か。湖っていうか、水があるところね。ここね。下に何かいろいろ見える。おー、すごい。ゴールが見えてきた。あ、ここどこだろう。あれ、ここ大丈夫？落ちない？ちょっと待ってね。これあれじゃない？ちょっとこれぶっ壊してみる。多分だけど、どこだ？と言って、こう、落ちないようにしないと。ここがあそこじゃない？ワープゾーンのとこじゃない？違うか？なんかそんな感じがするな。ワープ。鏡が置いてあってっていう。違うか？多分、そこがワープゾーンだね。うん、そうだ。で、ここが、カグラスーさんがいたところ、さっき壊したところは。うわ、出たー。出た。ゴール。ゴールが見えてきたけど、下はないね、やっぱり。で、これも当たり判定はないから気をつけよう。スイッチだからな、この、すげえ操作方法が難しい。で、一応ギリギリまで行こう。ちょっと東の方向に行ってみたいんですけど、それはね、皆さん、自分の目で確かめてみてください。で、ここ大丈夫？あ、やばい。これ上に、これ上から落ちちゃうからやばい。これ行かない方がいい。うん。これは上から行かない方がいいわ。うん、そうだとすると危ない。で、ここから下には降りれないな。
あのなんかこう湖の方向に行きたいんだよね。ここを、ちょっと待ってね。これもうちょっと感度を下げて、ここちょっと渡っていこう。行きます。うわー、怖いけど。怖え。で、こっち。で、あっちにダイブするっていう。そうじゃないとね、あっちに行けないと思う。あそこに行きたいんですよ、あそこ。行きますよ。金メダルだったらよかったんだろうけど。いっけ。あー、ダメだったー。ゴールの方向に行きたいんだったら、ゴールでやればいいんじゃねっていう。その方がいいよね。なので、ちょっと、カスタムゲームで、走り回る徘徊者のみにして、もうゴールに行っちゃいたいと思います。さあ、来い。はい、来た。オッケー。祭壇っていう壁があったんで、これで行こう。行け。ダメか。ここは難しい。なんか、海に落としちゃいそうだな。海っていうか、湖に落としちゃいそうだから、あは！違うんです。あは！行け！行け！こう、祭壇を、どうしても、登っちゃうね。わあ、違うんで、そういう時に。上に登ってるぞ。わかんない、見えない。見えないから、ああ、ここにも書けないか。だったら、これだ。これ、先方の、違う。あ、違うな。なんかすり抜けるな、全部。まあいいや、一旦あっち行ってみようか。こっち。で、真下ね。なんか浮かんなきゃいけてる？いけてる！来た！ゴール来ちゃったよ。あ調べちゃう。マガタマ2個しか集めてないけど、いいんですか？いけちゃった。ごめんなさい。ずるしました。で、よくここで、このカグラスーさんに、マガタマビーム効かないんですかとか、撃ってみてくださいっていう、コメントあったんですけど、前何かやったと思うんですけど、多分その動画探すのはきついと思うんで、もう撃っちゃいます。無敵と。はい。怒ってんじゃない？で、あと鏡。あ、ちょっと待って。あ、これこっち反応してんだ。あ、ここかもしんない？あ、ここに来てんの？あの場所ってここか。あ、そうかも。クリア後の画面だったか。で、あとこれちょっと使おう。あー、ここだ。何で、行こう。ここか。あ、ここだわ。やっぱそうだよね。いや、これだよね。あ、そうだわ。これだ。ここの滝見えてたのか。違うか。でもなんかちょっとイメージと、ちょっと違うような気もするんだけど。あ、そうだ、ほら。あの平べったいの。謎が解けましたね。ここと。あの平べったいのがあるっていうことはそうだわ。なんとかこっちに落ちてみたいな。上、開いてますねって。
ということで裏世界に行ってみたいと思います。まずは準備。もしかしてあそこも行ける？ここも行ける？ここの聖域、聖域、あ、いや無理なんだ。聖域のところに連れてこれないんだ。ワープしちゃうから。あー、惜しかったな。あ、来た、来たぞー。オッケー、やってきた。予想と違う角度で飛ぶから変な感じでなんかおーとか言っちゃう。あー、ちょっと待って、天井さっきからリフティングみたいな感じになってるから、リフティング。あー、来たけど、あ、ダメダメダメ。リフティング、リフティングリフティングです。これが来た。どっかに着地、そこ、ありがとうございます来たねー、来たの、来た、汚いじゃないんだよ、違うんだよ、来たねっていう汚いに聞こえちゃう。まあ、ちょっと汚いけど来ました。これが霊魂の裏世界っていうか上世界。あれなんだろう、結構ね、霊魂は高さとかもあるから、多分ああいうのは普通だよね。多分何かないかな、ゴール付近何かない。まあ、とりあえずちょっと行ってみようか、いろいろ。ただ全部回ると時間かかっちゃうし、どうせね、あのカットしちゃうんで。いるね。あれ、あれ、大間、うん、あれ、大間頭じゃない？違う？あれ、そうだよね。違うかな？あ、これ、大間頭じゃない。あの、聖域のところだ。あ、聖域ある。聖域の場所。あれ、そうだね。うん、聖域の場所だ、あの、こっからガーってこう降りてって、その途中にあるから聖域だ。じゃあここの真上が、そうなの？ここら辺そうかも。で、北があっちね。一応ゴールまで行きたいと思います。これなんだ？これちょっと気になった。こんな高さあったっけ？結構高いところあるとこあるけど。なんか一瞬障子見えたけど、ここなんだろうね。カガスーさん出したから、あ、ここ何もないか。なんかここある、あれなんだろうね。あ、ドアじゃないか。ただ壁か。で、このまま、ゴールまで、この、天井の道が繋がっててくれれば嬉しいけど、無理そうかな。ほら、こういう風に壁があるね。あー、そこダメだな。ここもダメ。無理くり通ることはできるけども、落ちたらちょっと、もったいないよねっていう。あ、ここ、どんがらがしたのところ。ちょっとあっち行ってみよう。あー、壁だ、壁が。向こう行けるかな。ここ危ないんだけど、ちょっと通ろうか。行けた、あー、行けたけど、こっち行けない。もうさすがにそこは通れない。下あるけど、一旦ちょっとここもう一回戻る。危ない、落ちないで。危なかった。今ヒュンってなった。ヒュンって。ゾワってきた。こっち行けないね。じゃあちょっと、ぐるっと回って行けなさそうだったらどっか降りたいと思います。初心者モードみたいに固定にできないんだよね。あ、ここダメ？行けたけど、落ちないでね。あぶ、怖え。ゾワゾワ来てる。あれなんだ？近づいてきたね。壁。ボン。
ああ、シャン、シャーンって聞こえる。シャーン。あなたの音を聞きたかったわけじゃないんだ。あ、いけ、こっちつながっててくれ。あ、おお、畳。畳だけど何もない。ここは、ランダムだからな。あっち行けないよね。ここ、ここ、渡れたら嬉しいんだけどな。ここ、ここ引っかかんないかな。いけてる!絶対落ちると思ってた。すごいな。もう、ほぼ、ほぼ、落ちると思ってたよ、俺。じゃあ、あっちも行けたかな?いや、もう無理。もう無理だよ。あ、こっち繋がってない?あー、もうダメか。あー、マジか。あっち行きたかったな。ここ行けたらゴール行けそうじゃない?で、肝心なのは、くぼみがあるかどうか。あれ。お願いします!行ってる!ごめん!ここ。あ、でも行けんの?あ、行けたー。ここは、こう。あ、でもダメだ。もうダメなんじゃない?あ、あそこゴールだ。一旦ここ渡、あ、ダメか。いや、一旦渡ろう。落ちないで。うわ、何もね。危なかった。ここはさすがに、行ける?あっちに繋がってんだったら行くよ。ここ渡ります。お願いします!いやー!はい。はい。というわけで今回これで終わりたいと思います。またね、なんかこういう、まあ、斬新というか見たことないような、まあ、検証ネタがあったらコメントをお待ちしております。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。では。